それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。歴史の過ちを学んでいないとは。レイス王によって世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。しまいには壁の中の奴ら全員、年寄りから子供まで特攻させるんだろうな。どうせ誇り高き死がどうとか言い出すと。ふざけやがって何やってんだ俺。何マジになってんだよ。お前は父親とは違うだろ。何事も楽しまなくちゃ。みんなを誇り高き肉片にしてあげようぜ。二発目来るぞ。撃てー。来る。これが死か。父は今頃何を。あいつはまだ寝てるか。ああ、いいな。わからない。なんで俺が今頃。ああ、さあ、ゲームセット。わかるか。投げ方を変えたんだよ。これならイチコロでしょう。待てー。だからそんなもん撃って何になるってんだよ。そんなに叫んで何の意味があるってんだよ。なんだ、俺の巨人が倒れて。え？一人の兵士に気をつけろって。はい、リヴァイ兵長は危険です。こいつがリヴァイか。イノジなんだ、何も見えない。目をやられたのか。もう後ろ。さっきは随分と楽しそうだったな。硬質か。ダメだ、間に合わない。もっと楽しんでくれよ。巨人化直後、体を激しく損傷し、回復に手一杯のうちは巨人化できない。そうだったよな。おい、返事しろよ。失礼なやつだな。こいつはまだ殺せない。